ヒジャブ様々な色のヒジャブを着用した、インドネシアのムスリム女性たちヒジャブを着用した、イエメンの女性ヒジャブは、アラビア語で、覆うものを意味する名詞。ヒジャーブ、ペルシア語では、ヘジャブとも。欧米諸国や、日本のメディアでは、ムスリムの女性が、頭や体を覆う布を刺して使われることが多い。覆う、遮蔽する、保護するという意味の動詞、を語源とする。 一般に、欧米では、女性の頭と体を覆う布を意味するが、アラビア語においては頭に被るベールといった意味の他に、低縮、道徳といった意味も持つ。形状は地域によって様々である。イランのヘジャブを例にすると、チャードルと呼ばれる大きな半円形の布で全身を覆うタイプと、ルーサリーと総称されるスカーフは頭巾型のメグナエといった簡易なタイプの、 大きく分けて二つの種類が存在する。ミラジの伝説に含まれているハーディースによれば、ムハンマドは、ブラックとガブリエルと一緒に地獄を訪れ、見知らぬ人に髪を見せたことで、恥知らずな女性が永遠に罰せられるのを見る。イランのミニアチュール。イスラームでは、女子の服装に関して、シャリーヤで規定される。その根拠となる方言には、以下のようなものがある。 イスラム法学では、方言をもとに、ウラマーが解釈を行う。ヒジャブ着用が義務になるかどうかは、時代や社会環境により一定ではない。最も一般的な解釈では、女性が婚姻関係にない男性からの領辱から身を守るために、ヒジャブは必要であるとされる。 ヒジャブを着用したバレーボールイラン女子代表の選手たちヒジャブを着用したマレーシア空軍の女性兵士ヒジャブに対する対応はイスラーム教諸国やイスラム圏以外でムスリムが暮らす地域によって様々である。イスラームの地方的監修法により人目を引く派手な色や模様のヒジャブは同じ国の中でも地域によって避難の対象となる場合とならない場合がある。 後者の例では、アメリカ合衆国のように、素材や色彩、デザインの面で、ファッション性を高めたヒジャブが販売されている地域もある。イスラーム教が、主な宗教となっている中東をはじめとする諸国では、女性の一般的な服装である。ムスリムが多数を占める国でも、トルコやチュニジアなど世俗主義や、 政教分離を掲げる国では、公の場所での着用が禁止されていたが、両国ともに近年規制が緩和されつつあり、ヒジャブをつける女性も珍しくはなくなっている。イランやサウジアラビアのようにイスラームを国境としていたり、戒律に厳格な信徒が多かったりする国では、婚姻、血縁関係のない男性がいる場での着用を、法律で義務化している場合もある。イランでは、 西欧的近代化を目指すパフラビー朝が1936年に禁止したが着用を望む女性の反発を受け1941年に禁令を撤廃した。パフラビー朝を打倒したイラン革命で成立したイランイスラム共和国は罰則や風紀警察による取り締まりにより義務化したが浅くかぶって前髪を見せたり、 人前で脱いだりする女性も一部で現れている。一方、フランスでは1905年に制定された、来種手法に基づいて2004年に、公立学校における、これミおがシな宗教的表彰等の着用を禁止する、法律が制定されたため、ヒジャブもその対象とされ、内外のムスリムから反発を受けている。また、スポーツの試合中における着用についても、 国際競技連盟によって認める場合と一切認めない場合に分かれる。ありがとうございます。